皆さん、チャイスムメです。はい、あ、今日も楽しくシアドラ実況やっていきたいと思います。ということで、えっとですね、今回ね、なんかボックスを見たいっていう人がいたので、まあ、ボックスの方に、えっ、ー、とね、えっと、焦点を荒らして、<laughs> 荒らして <laughs> 当ててちょっとね、えっと、話していこうかなと思います。まあ、とりあえず補欠をね、ちょっと見ていただくと、こんな感じかな。えっと、アシュラデビル、キラービー、マンドラ、31角定枠ね、31角定枠で、えっと、 えなんだ、補欠なのが、アシュラデビル、キラビ、マンドラゴラ、フトッチョ、ジャイアントベビー、マドキスライム、チビドラ、んうん。えっ、ー、と、ユキンコか。かなで、えっ、ー、と、確定枠外の30レベルの補欠が、スケルトンオーク、ワイバーン。えー、あとはね、下の、レベル低い奴らですね。ま、あこんな感じですね、っていう。<laughs> うん。こんな感じなんだけど、 まあ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 なんでね31レベルなのに31レベル32レベルなのに補欠に入れてるんですかっていう人も多分まあ多分疑問に思う人いると思うんだけど正直31レベルとかね団子フル 30D1 団子フルにしてもあの初期キャラって結構弱いので俺からするとアシュラとかデビルとかまあまあなんか弱く感じるのであとチビドラとか、うん、太って。 スライム、窓、雪ンこ、ここら辺もそんな強くなく感じないですね。ベビーとかは、まだね、アンチがいっぱいいるんで、使えないことはないんですけど、なんかそのね、グズって爆発する前にやられちゃうので、まあ、そこで考えた時に、まあ、補欠でいいかな、みたいな。で、マンドラはね、弱くはないんだけど、強いんだけど、使いこなせないから、あの、マルチの時以外はね、補欠に入れてます。マルチの時は外してね、えっ、ー、と、爆発させて、まあ、被害をね、出せば、いっぱい。 あのコストを据えたりするんでね。まあ、使っておりますが、って感じですね。まあそんなわけで、ちょっと見ていきましょうか。まあここら辺は、えっと、リザはね、補欠じゃないですね。補欠に入れてもよかったんだけど、今、金バッジ取ったんで、まあ割,割とね、コスト3みたいな性能になってくれたりするんで、リーダーで、リーダーじゃないな。あのー、絶好調リーダーよりもね、強いので、金バッジっていうのは。なのでね、金バッジ引けたら強いので、まあまあまあひ、たまに、たまに使ってあげるかみたいな感じで、リザ入れております。 で、アシュラは補欠です。D1 団子フルですが、補欠であります。補欠であります。デビルも補欠。D1 団子もね、ほぼほぼフルみたいな感じだけど、補欠ですね。まあ、団子、団子フル。D1 団子フル。強いですね。フォックス、えっと、ただの団子フルかな。おそらく多分ただの団子フルですね、これ。うん。<laughs> で、キラビ、えっとね、D1 団子フルかな。あの、防御力だけ振ってないんだけど、 今回の修正でね防御力がね、えー、と130だか150だか忘れたんだけど100前半ぐらいまで増えたんで、まあ、その100前半ってめちゃめちゃ多い多いのねそのなんか振り幅っていうのがめちゃめちゃでかいので結構ねあの生き残ってる可能性が多いですね今のきらーってだからね強いと感じれば、まあ、強いと感じたらねまた補欠から外すかなっていう。 感じでね考えていいいきたいと思いますまだね、俺の中では、えーと、強いかどうかまだ確認が取れてないというかね、まあ、実感しないので、まあ、そこで考えたときに、まあ、いいかなっていう。で、キメラちょっと弱くなっちゃったね。キメラは今ちょっと弱くなっちゃったって感じですね。一家だんレベル3まで、えー、と上げておりますが、ちょっと弱くなったなっていう感じがします。で、剣士は団子フル で、マンドラは団子ちょっと振ってて、まあ補欠だけどね、こいつ。で、えっ、ー、と、ポックル。こいつは結構有能なんで、31に入れました。ほんとに強いんでね。えっ、ー、と、チビベルトえっ、ー、と、あチビベルトは何に強いんだっけホワドラとかか。えっ、ー、と、ホワドラ、バクオジ、えっ、ー、と、ウィッチ。あと、チビベルトか、ユキンコとかに強いんでね。あと、レドラとかにも一方的に攻撃できるんで、レドラの真後ろに出せば、レドラ反応しないで、一方的にぶん殴れるので、強いかなって思います。 で、バットね、弱げくはないんだけど、あの、団子フルでもないし、D1 も付いてないんで、まあ、ああの、場合によっては、場合によっては、こいつ補欠で、あの、他のキャラの31を、えっ、ー、と、入れるっていう感じもあるんですけど、まあ、どうだろうなって感じですね。まあ、こいつの D1 を狙うのもありかなって感じねがしてるんで、こいつの D1 を狙い、まあ、D1 狙って、まあ、それ D1 取って強いなって感じたら、団子も振っていこうかなと思います。 ゾネス D1 団子フルですね。えっと、底力はついてないんですけど、えっ、ー、とね、戦闘民族レベル2まで上げようかなって、ちょっとね、悩んでるとこですね、今のところは。うん。レベル2まで上げるか悩み中ってとこですね。今のところは、えっ、ー、と、なんだっけな、金バッチか。金バッチまで取れて、金バッチと、あともうちょっとでね、あのー、第1切りの、あの、レベル11になるんですけど、まだそれができてないっていう状況ですね。ジャイアントサイ。 弱くはないんだけど、あのー、壁で出したときに後ろに飛ばしてくるんで、こいつちょっとね、俺あんまり好きじゃないですね。ペンギン。ペンギンもね、D 輪もついてない、団子もついてないなんで、ちょっと柔らかいですね。柔らかいけど、まあ、最近はチビブルも多いし、なんだ、マタンゴとか、えー、マタンゴとか、なんだ、他にヌボボとか、そういうのいるんで、まあ、後ろから流して,あげ,てるあげるとね、結構強かったりするんで。 ま、火力良いにもなるしね。前で前線で重ねたりして。で、パンダもね、団子は触れてないんだけど、金鉢ついてるんで、まあ、一応入れております。まあ、それじゃなくても、最近、あのー、なんだ、アビリティのゴーストとかが強いので、まあ、そいつに使ってあげたり、ま、ウサギも強いんでね。割とウサギも強かったりするんで、そいつらを止めるときに、まあ、使えるのでね。あと、足蹴りに強い。足蹴りに強いっていうのがいいので、こいつをたまに使ってますね。はい、チビクロ。こいつはね、まあ、結構、あー、結構、 結構な数でね、あのー、花穂は食らってるものの、花穂は結構食らってるものの、まあ、まだまだ強いなっていう感じはしますね。で、ガッツ、団子フル。団子フルーツなのか、これ。あ、違う、団子3回ずつ振ってるのか。団子3回ずつ振ってるけど、まあ、ちょっとね、俺の中でね、金バッチも取れてるんだけど、なんかそんな強くないんじゃないかなって思い始めたね。うん。でも、まあまあ活躍する場面もあるんで、まだまだ入れております。で、えっ、ー、と、重検誌。こいつは団子フルですね。団子フル。強いです。5体も。 答え出せるし、壁にもなる、る、えー、る。後後ろから後方支援キャラにもなる対空にももなるなな対空のでねこいつはかなり優秀ですねでマリオネットえただの30フルただの30フルだけど、あのー、終盤にね終盤に相手がね、あのー、守りの体勢に入った時に押せ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 55ゴゴの時にねマリオネット出してあげるとめちゃめちゃ強いのでまあいいんじゃないかなって思っておりますクレフラこいつはまあコストが吸えるからね 入れてていいかなっていう感じですね。どっち、こいつはね、今補欠ですね。そんな強くないですね。うん。ベビー。ベビーもそんな。まあ、なんか、アンチはいっぱいいるものの、そのアンチを倒す前に、あの火力でやられちゃうので <laughs>、って感じだよね。なめこは、えっ、ー、とー、3回ずつ、団子振ってるって感じですかね。で、ヌボボ。ヌボボも、えっ、ー、と、だん,ん、ただの30フルか。ただの30フルですよ、ヌボボ。バカボンは、三十うん団子フルかな。 団子フルなのか分かんないけど、えっと、防御力がちょっと足りないね、団子で、こだま。こだまこいつは強いですね。こいつはマジでチートっす。めちゃめちゃ強いです。で、まあまあ、えっとね、臭い水レベル11になって、えっとね、団子ちょっと振ってたのかな攻撃にちょっと団子振ってますね。チビドラ、こいつは補欠ですね。今の環境そんな強くない。ウィッチィ、こいつは強い。壁にもなるし、壁、あ、こいつ自体の壁じゃないんだけど、あの隕石が壁になってくれるし、無限に隕石出せば、 もうなんか壁も出さなくてもね、えー、と倒してくれたり、あのー、しかも進撃が遅いんでこいつイライラなんだろうな遅延行為みたいな感じでねコストを貯めることができるんで強いですねチビブルこいつ強いですねまあまあ強いっす、えー、とー挟んだりするのもありだし取りの裏に出して迎撃で使うのもありで火力が高くて対空もあるであのね敵がいない時もスキル打ってくれるっていうのがでかいですねめちゃめちゃ強いですこいつはまあまあ弱くなっちゃったもののちょ,ちょっとは弱くなっちゃったものなんですけど まだまだね、使いようによっては全然強いですね。で、ロックマン。え、ロックマン最新、最近の修正でまた強くなってくれたんで、えっ、ー、とね、ちゃんと育てました。えっ、ー、と、団子、団子3回ずつ振ったのかな団子3回ずつ振って振り幅が大きいので、3回ずつ振っております。で、こいつの金バッジは今狙ってるとこかな狙おうかなって思ってるところですね。ロックマン強いのでね。うん。 UFO まだまだ強いですこいつは団子はえっ、ー、とね小池に振ったのかなあの加工は来たんですけどこいつの強みっていうのは結局あの回収することなんで、まあ、そのスキル自体も強かったけどねスキル自体も強かったからスキル加法されて弱くなったっていう人もいるけど俺からすれば全然強いんでねまだまだ使っていこうかなと思いますですね窓は補欠ですねちょっとあのー、30フルだけどあの団、ー、子も触れてない <laughs> D1 も取れてないなんでね。何もできねえなって思う。カニはね、キメラが多かったんで、まあまあ入れてましたね。キメラが多かったり、まあなんだろうな。サイクロとかね。そういうのも結構いるんで、最近は。まあ入れてていいかなって感じですね。スライムはね、D1 ダンゴフルだけど、なんかいらねえなって感じがするんで、捨ててますね。<laughs> で、ゴングアツゴングアツで、サメ、こいつちょっと弱くなったな。団子フルで、まあ補欠にはしないんですよ。補欠にはしないですけど、 あの全盛期の強さはなくなりましたね。もうガクッと落ちました。この単体攻撃になったことで、めちゃめちゃ弱くなったなっていう、なんかね、その最初が強すぎて、今ももちろんね、弱くはないかもしれないんですけど、なんかなっていう、その全盛期を知ってる以上ね、今がね、なんかね、弱く感じる。だからその錯覚を起こしてる、今。ユキンコはね、ちょっとアンチ多すぎるしね、どうしようかなって感じで、まあ補欠でいいかみたいな感じでね。それだったら、進撃キャラで、オセせセゴーゴーでね。 攻め切った方がいいので、ユキんこでね、えっ、ー、とイモリよりはガンガン行きたいなっていうところで、ユキんこは補欠にしております。あとはサイクロ、サイクロ、ダンゴ1回振ってんのか、俺はかんないけど、<laughs> ダンゴをちょっと振ってて、ミノはダンゴ振る、ロボは小撃だけ、小撃これ、うん、小撃だけか。で、クイーンビーはダンゴ振ってない、クラケ、なンゴ振ってない、えっ、ー、と、ビーナスはえー、と D1 だけかな、D1 だけついてます。 ゼウスは、えっ、ー、と、攻撃力にね、団子振ってたんだけど、結局ね、修正で攻撃力が上がりましたってことで、あの、剣士一角になっちゃったんでね。<ー>で、えっ、ー、と、サタンはね、団子フルにしております。こいつ、最近団子フルにしました。あの、金鉢も取ったんでね、強そうかなと思って。で、リリース。もう団子ちょっと振ってるかな。天狗は団子振ってない。バルーンは結構振ってたはず。ゴレは振ってない。トレント団子振る。ヒドラ団子振る。 雲は小雪だけ団子フルなのかなオジハウ降ってない。レドラは団子フルなのかなこれは一応。団子フルっぽいですね。ブルドラは降ってない。フォアドラも降ってないね、確か。で、あとはね、下の、まあ30レベル。まあ強くもないし弱くもないな,な,いなっていうキャラは30レベルにしておりますね。<laughs> うん。まあ、よく言えばここら辺はほぼほぼ、なんだろうな、補欠に入れたいんですけど、まあ、オんこはまあ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 強い時は強いですけど。 このグリフォンなんていらないですからね正直グリフォンなんていらないですからねマジでケルベもラの中でそんな強いかっていうちょっとね疑問に思うキャラなんですよねであとは下のキャラは弱いかなって感じですねまあ育成方針としてはまあアーチャーのね弓だけを30フルにしようかな火力が足りなかったりするときあってねどんどん吸われたりするんであの体育持ってるのになんか あちゃあやられちゃってみたいな感じの時があるのでまあまあ,あの弓のね火力だけ上げようかなみたいな考えてますねラビットとかうんラビットとかもそうですねラビットとかも30フルにしてまあ足キャラとして使おうかなみたいな感じですね俺的にゴーストがきついので最近ゴーストがきつくてあと猫もきつかったりするんでね割とラビット 悪くななないいんじゃないかなって思って思ね育てるのもありかなって思って思ますあと、エルフが強くなりましたね。エルフが強くなったんで、こいつの育成は全然ありですね。ああ、そんな感じかな。おそらく。うん。あと、サムライビートラ今育ててますけど、まあ、こんな感じの育成になるかなと思うんで、まあ、少しでも参考になっていただけたらなと思います。なんだトロフィーチケットは美味しいな。ありがとう。7枚かい。はい、ということで、ここら辺で終わりにします。ありがとうございました。バイバイ。